LM コルサ吉本ひろき選手、宮田理智選手。ガナンバー96番 K チューンズ LM コルサ新田盛雄選手。さあようこそお越しくださいました。ごめんなさい吉本選手、ちょっと待って、あのかなりあの脆いので脆いので、あのちょっとあの手でフォローしながら、手でフォローしながら申し訳ございません、すいません。さあようこそお越しくださいました。織野さん久しぶり。どうも久しぶりです。いや本当にこのね TGRF のステージトークショーに来ていただくの本当に久しぶり。そうですね、嬉しい、はい、今日体調どうですか。いつでも絶好調ですよ。本当に、はい、余計なこと言わなくていいです。大丈夫ですね、大丈夫ですね。なんとなく皆さんお察しだと思いますけれども、はい、今日は大丈夫ですね。問題ないです。いや本当にもう嬉しいです。ありがとうございます。坂東正監督が、はい、うちを早々に去られたっていう話をよくされてました。あ、そうですね、はい、いやでもやっぱドライバーとしてこのスーパー GT 戻ってくると気持ち違いますか。いや、やっぱりもう最高の気持ちですね。うん、走って楽しいです。楽しいです、最高です。本当ですか、はい、永井さん、はい、どうですかドライバー織田学ぶ。いやー本当こうあの懐が深いというか、はい、知識が豊富なので、はい、まあ、僕のドライビングにも本当にこう助けていただいてまして。本当ですか、はい、失礼なかったですか、うちの織田は。そこはノーコメントです。うちの織田ってやめていただきます。そうですね、そうですね、すごい付き合い長いで、もうなんかそんな気持ちで待ったんですけど、はい、そしてですね同じく、PR からですね、今年、平田選手を迎えて、そして佐賀選手、はい、今年なんか大爆発したね。え？キャラ大爆発したよね。俺じゃないですかね。いや、え、そうなの。あ、俺はあいつらのマネージャーなんで。そうそう、そんなわけはない。まだ降りてきてない山から。まだ、今5合目ぐらいにいます、ね。5合目は周りとも先だな。富士山に住んでんの。俺にいるんだよね。います、います、います。あ、山から降りてくるんだ。もう今日はじゃあ佐賀選手が来られた。ピットウォークぐらいでもしかしたら間に合うかもしれない。そうでしょ、マジで。間に合うかもしれない。カートに乗ってた時のね、ちょっと SNS 見ましたけど、僕のイベントに、そう、佐賀吉さんわざわざ山から降りてきてくれたんですよ。本当に、佐賀吉さん、あのためにわざわざオープンフェイスでしょ。あ、いや、ヘルメット忘れたって朝から騒いでて、どうしようって言うから、ジェッペル、ジェッペルって言うから、ジェッペル貸してあげたんですよ。そしたら、一日ジェッペルでカート乗ってくれたんですよ。まあ、寒かったらしいですよ。寒かったらしいですね、あの方曰くね、お友達の佐賀吉くんがね。そうなんですよ、はい、なるほどね。いや本当にもうね、金瀬さんがそろそろキャラグッズ出そうかって言ってましたけど、誰が買うんだって、まさにそう思っちゃいますけど、平瀬選手、はい、大変だったじゃないですか、ここにアジャストするの。ここにアジャスト、いやもう勝手にやってくれてたんで僕はアジャストするも何もって感じですけど、でもあのね、あの GT300 久々だったんで、はい、やっぱそういう意味でアジャストが結構あのシーズン前は結構大変でしたね。あ、そうですか。ハイブリッドとあとその、ね、ブレーキもやっぱ全然違うんで、キャラじゃなくて車の方もね。あ、そうですね、はい、そうか、そうか、まあね、いろいろ新しいことの、はい、多いシーズンだったと思います。その中でシーズン3で終わられたということで、本当にお疲れ様でした、おめでとうございました。あ、さあそしてよし、はい、はい、すいません、ちょっと札が壊れちゃって申し訳ございません、ね、いきなりこれなんかちょっとチープですねこれ。いや、そんな、すいません、大変申し訳ございません。次はもうトヨタガズーレーシングの総力をかけて開発したいと思います。お願いします。はい、さあ、吉本選手もですね、宮田選手という若手と一緒に組まれたシーズンになりました、はい、どうでした。いや、あのね、やっぱまだ未成年じゃないですか。そうか、扱いに困りますよね。あら、一緒にお酒飲めない。あ、そうか、先に帰らせていただきました。そういうのもあるのね、もう先に帰さなければいけない。そう、倫理的に違う、お酒、お酒でしょ、お酒、うん、お酒帰る。ああ、そうそう、だから先に帰す。で、もう早く帰りたいんですよ、基本的に。ああ、分かるわ。もうすぐゲームしたいから。うわ、現代っ子。サーキット行っても必ずゲーム機を持ってきてて、はい、あ、今日も持ってきてます。あら、はい、する時間ないんじゃないですか。え、する時間ないんじゃないですか。あ、今日はできないです、さすがに。昨日の夜はやったの。え、昨日の夜はゲームやったの。昨日の夜は、7時に夜ご飯が終わって、うん、そこから夜中の12時までやってました。寝ろよ。すごいね。すごいんですよ、すごいゲーマーなんですよ。そうと、吉本選手全くそのレーシングドライバーのこれまでのこうね、縦割り社会を無視した感じの構造になってきましたね。まあでもね、そういう時代なんじゃないですかね。そうか、はい、最近あの僕 F4 とかの、 あの若手も面倒見てるんですけど、
やっぱね、みんな共通する部分がありますもんね。何ですか？いや、なんかそういう感じ、マイペースみたいな、はい、そうですね、自分の世界みたいな。そう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 。まあそれはね、でもこうオリドさんぐらいの世代になると、ノミニケーションみたいなね、なんかやっぱコミュニケーションは、俺を出しにするなよ。いや、それはもうここに着地させようと今日は決めてるから。私も俺はすごくいい子なんだから。いい子ですよ、最近ね。いや、そういうこと言ってそういうこと言ってじゃない。いや、でも本当にね、そういう若手を迎えられ、ドライビング的にはどうでした？あのね、ルーキーらしからぬというか、はい、今年1回しか飛び出してないんちゃう？都合で最終コーナー飛び出しただけです。ああ、1回だけ。多分それ以外で、はい、初めて走った時からはみ出しもせず、はい、すごい優等生ですね。そうなんです。ピットの枠だけはみ出しました、うん、これは何回も。いや、あのね、あんだけまっすぐ走ってさっきと走ってたらちゃんと走らせれるのに、うん、ピット入ろうと思ったらその枠に収まらないんですよ。それも現代っ子っぽいですよね、なんか。しかもね、その10センチ、15センチじゃなくて、はいはい、もう2メーターとか越したりとか、はい、なんかもう枠から半分ぐらい車横にずれてたりとかで、マニュアル普段乗ってなくて、最近マニュアル車86乗ってるんですけど、はいはいはい、クラッチが長い。あ、半クラが、ミートをパッとしろと。まあそういうことですね。それも練習ですよね。でもね、ヒールトゥーとかやったことない。そうか、はい、だからさっき向こうで試乗会、あ、違う、GR 道場走行ってのがあって、はい、マーク X やってた、マーク X と86やったんですよ、はい、で、マニュアル車乗りたくないから僕が86乗ってオートマ乗ってましたまあそういう、まあこれだけ速いドライバーでもね、今そのマニュアルっていうものをね、まだ練習中だっていうのを聞くとちょっと親近感も湧きますよね。宮田選手どうでした？ CGT300。 いや、まあいろいろと勉強できて、うん、まあ、2月のセパンで初めてチームの皆さんと一緒になって、はい、いや関西の方なんで、はい、言ったら多分結構なんですか、なんかアットホームな感じで迎えられてくれるかなと思ってちょっと心配だったんですけど、うんうん、いきなり一緒にメカとご飯したら誰が嫌いなんていきなり聞かれてあ、もうこのチームは大丈夫だとそのノリで1年間過ごしてよかった。よかったですね。最初がね、いいチームでよかったですよね。よかったです。リラックスしてそのレースにも臨めたと、はい、いうことですよね。さあ、そしてですね、ナタウト選手、それからナタポン選手、タイからようこそお越しくださいました。スーパー GT 戦われて今年1年の感想を教えてください。 Yes, I like this season is very much and I'm very excited. Especially the series is very big. Yeah. はい、すごく楽しかったです。これだけ大きいシリーズに参戦することができてすごくいい経験だったと思っています。はい、ナトモ選手いかがでしょうか？ Yes, this year is a very big series for theSuper GT, yes, and it's very high level, difficult, but I will learn a lot about this year, yes. 今年はものすごく自分もドライバーとしていろんなことを勉強したと思ってますし、すごいハイレベルの中で、戦うことができました。この日本のね、いろんな都市を回るわけじゃないですか、スーパー GT っていうのは。いろんなところに日本行かれたと思います。最も印象に残っているサーキットがあれば教えていただきたいと思います。Well, the most I like the circuit is especially the Fuji. Fuji. Because it's very difficult. I try to learn because the learn is never stop, right? And also the Suzuka circuit is very difficult and very technically, so I love it.まずすごく富士が好きですね。やはりその難しいんですけども、一生懸命その走ることができましたし、まあ、鈴鹿もテクニカルで、すごくいい経験だったと思います。はい。How about me? I like the Okayama circuit. Okayama? Yes. And it's I like the track. Yeah. I like the lighter track. 岡山がすごく良かったです。レイアウトがすごく面白いと思いますね。ちょっとね、まあコース幅も狭いですし、非常にユニークなコースだったと思います。さあ、そして新田選手。新田選手最多勝最多勝奪還、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れました。疲れました。はい、なんかほら、祝年のライバルというか、良き友達というか、元チームメイトというか、高木選手とね、ずっと競ってきましたけど、そういう意味でもやっぱプレッシャーもあったんじゃないですか？プレッシャーはありますよ。そう、はい、そうですよね。はい、
今回、僕レクサスっていうかね、はい、あのトヨタの車に乗るのは久々でチームに戻って、はいはい、ここで勝たなかったらやばいなって思いながらも、あ、それもプレッシャーだったわけですよね。結構なりました。うん、はい、どうでした今年1年間。本当疲れた年でした。はい、いろいろやっぱりありました。その車もやっぱり違います、挙動とかも。全然違いますね。あの、RCF はすごいいい車なんですけど、はい、サーキットにこう合うコースと合わないコースとがちょっとこう差が激しくて、なかなかこう本当このまま勝てないんじゃないかなって思いながら、鈴鹿で、まあ、いいパフォーマンスだったんで、はい、日本、うん、そうだね。何が、ね、難しいとか言っても2勝してますからね。そうですよね、本当に最多勝もね、タイになって。そうですよ、2回も勝ってて、もういっぱい勝つからね、条件悪くなってくるんですよ、僕らの。うわ、そう、そう。それはあんま関係ある。2回も勝ってて、1回ぐらい分けてくれたらいいのにも。そうね、はい、そうね、そうね、そうねって言いながらすぐに分けれるもんじゃないんですけどね。でもやっぱり本当、やはりちょっとこう車が変わってしまうと自分もね、それ分その分やっぱ体力もそれから精神力も使っていくということで、そんな中本当にね、最多勝タイ戻されたということでおめでとうございます。ありがとうございます。ますます勝ちを重ねていかなきゃダメですね。安心できないですね、まだまだね。できません、本当に。ここにいる人たちも含めて、僕はいろんな秘密を知ってますから。あら、来年以降どうなるのかも。あら、分かってますから。楽しくなりそう。怖いですよ。怖いですか。まあね、